明日から始まります。ふるさと交流会の準備がこのように遅くまで進められておりますが、その作業中の皆さんに お話の方を伺ってみたいと思います。すいません、作業中申し訳ありませんが、はい、こんばんは、はい、ふるさと交流会っていうのは一体どのような会なんでしょうか。はい、田舎で作ったものをこんにゃくとか椎茸を勤め出てくる方に送って、ふるさとの交流を忘れるんです。NG ですよ。カバーセド。はい、向こう向こう。どうも、どうも。あそこの緑のとこ、レポーター、ちょっとそっちの方追ってて。どうも。レポーター、どうも。はい、帰って。はい、帰って。違うんだろ。今日は静岡県榛原郡川根町に来ています。こちらでは木の根を使って民芸品を作ってらっしゃる方がいるというので、ちょっと伺ってみたいと思います。こちらなのでちょっと歩いて行ってみたいと思います。本当にこの辺は緑が多くて、空気がとても美味しいです。川のせせらぎも、とても良くて、益子焼きで有名な栃木県益子町に来ています。こちらが素焼きの状態、はい、これが素焼きでね、はい、皆さんがここに火をつけたりして焼けるんですね。はい、これが、その益子焼きなんですけども、益子の花瓶なんですね。かなりずっしりとして、また素朴な焼き上がりですよね。そうですね、温かみのある重みのある花瓶ですね。はいはい、今日は実際にこの益子焼きというのを私も作ってみます。怪我ありませんか？大丈夫です。日本語を学んでいるベトナム人の若者らと懇談されました。カコちゃん、結婚しようか。